皆さんこんばんは。こんばんはバージョンもいるんじゃない。でも大人、こんばんはで見る人もいると思う。YouTube は全部言う人いるよね。皆さんはこんばんは、こんばんはって。あ、じゃあおはよう。あ、でも深夜のさ2時くらいに行って、あ、これ長くなるね。皆さんこんにちは、グリーンリーサクソフォンカルテットです。今日もバリトンはおでんちゃんでね、大好評のみすずちゃんに来てもらっています。ありがとうございます。お願いします。今回演奏する曲はカントリーロードです。スペシャルゲストをお呼びしています。カントリーロードの編曲者、宮本しちょうとろくんです。どうぞ。お邪魔します。はじめまして、宮本と申します。よろしくお願いします。翔太郎はですね、私とアスミンの大学時代の同期ですね。はい、はい、で当時からたくさん編曲もしていて、その作品をグリーンレイでもたくさん演奏させていただいております。ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。実は以前グリーンレイチャンネルでアップさせてもらったクレイジートルコも翔太郎の作品です。はい、翔太郎はグリーンレイチャンネルをよく見てくれているということなんですが、実際に参加してみてどうでしたか？すごい久しぶりだなって思って。そうで、こっちはね、初めましてですから、はい、これからもよろしくお願いします。今日めっちゃ服装一緒だもんね、これ。ね、色が揃って。カントリーロードは元はアメリカの曲なんですが、世界中で歌われていて、私はジブリの耳を澄ませばの中で出てくるとっても素敵な曲だなっていう印象があります。うん、はい、あ、翔太郎さん、はい、どうしてこの曲を選んだんですか？実はこれあるところから移植を受けて、まあ、この曲を書いたんですけど、この曲は懐かしい感じのする郷愁を感じるような旋律とかハーモニーだと思うんですけど、まあ、それにサックスの華やかさ、駆け上がりだったり、ちょっと細かい意向的な部分を挟んでサックスらしいカントリーロードを仕上げてみました。おしゃれだよね。楽しかったです。そう、そういうのがちょっと好きなんですよね。シャローズ、ニヤニヤしてる。ずっとちょっと質問とは違うんです。あ、いえいえ。すいません。グリーンレイもこの曲は他の編曲などでも吹いたことなかったんですけれども、実際に聴いてみてどうでしたか？サックスっていう楽器が僕すごい好きで、何でもできる、何でもできるって言ったらちょっとあれですけど歌えるし、技巧的なものもできるし、サックスとフォンカルテットの響きってすごい魅力だと思うんです。だからそれを一緒に作れてすごい楽しかったですね。やっぱりグリーンレイの皆さんはもうずっとやってらっしゃるから、やっぱりすぐ会うし、本当に本当に素晴らしいと思います。いらっしゃるから言われた。翔太郎、翔太郎さん、はい、うちらが大学の時から演奏聴いてるじゃん。あ、変わった、変わった。変わった。全然違うと思う。なんだろう、やっぱりまず響きがすごい良くなったと思う。サウンドがすごい、なんかすごい好きになった。なんかあとは今回もすごいリハーサル時間短かったんですけど、なんかその中でもうどん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 良くなっていくようなリハーサル作りがやっぱりすごい良かったなと。ちょっと上からじゃ、上からみたいになっちゃった。そんなことないですよ。またなんか本当に一緒にやりたいなって思います。で、翔太郎も YouTube で自分の作品をたくさん紹介しているんですけれども、うん、今回はグリーンレイチャンネルではリハーサルの様子を、そして、本番のシャレオツに決まった曲は翔太郎の YouTube チャンネルで、はい、アップしたいと思いますので、はい、どっちも楽しみにしてください。それではどうぞ。これでも被災地じゃないの？バイトのずったずったって結構抑えないと。あ、わかりました。きついと思うけど、はい、もしできたらあどうぞ出しちゃう。わかりました。かましてもらって。はい、ありがとうございます。お
デンパワー、あれ私聞かせてもらって、最初入るところさ、タラタタラタタラタ、ここが入るまで伸ばしておいてほしいって、アスミンがずっと出すんじゃない、じゃあ誰かに任せる、誰やる、はい、ミタチオ、はい、はい、疾走感があってすごいいい感じなんだけど、なんだろう、懐かしい感じの中にその疾走感がある方がいいと思うから、落ち着いたアレグロだけど今の生き生きさはなくさないでほしい感じの、なんかちょっとせいてる感じ、そうそうそう、ちょっと急いでる感じするから、なんか余裕があるような感じのアレグロ、なんか余裕な感じで、まあテンポはもうちょっと速くてもいいけど、あの落ち着いた感じがちょっとあったら嬉しいかな、はい、うん、伴奏のその裏の3、裏っていうか下の3人も、うん、アスミンが伸ばしてるところで動いてるから、結構対戦術的にこうバッコラあるっていうよりかは結構こう、うん、歌うような感じで、うん、応答してもらえると、うん、いいかもしれない、はい、ピアノと最後のピアニッシモの差を結構、最後っていうかそのこうアレゴの前のピアニッシモの差をつけるって、アスミンもっと出しても大丈夫いやいや、あのでかいっていうかさっきの感じもすごいっすちょっと落ち着きよ、あ、なるほどね、なんか C が時空が歪んだよね入りね、入りね、ごめん、多分私また失敗した、あのデミネンドをみんなかけてもらって、はい、C でちょっと雰囲気持ってくるみたいな、じゃあ B の一小節前からやってもいい、うん、はい、まあ、うん、全部伴奏じゃなくて対戦術だと思ってくれたら、うん、あのユッキーが今吹いてる感じのメゾフォルテに合う感じのタートっていう感じ、だからちっちゃくするっていうか、なんかとは緩くしないけど、うんうんうん、イエーみたいななんかバリトンが解決しなくて、あのそうだよ、そうじゃなくてちょっとこう期待感がある、期待感、これちょっと解決してるけど、ちょっと、はい、まだ解決しないところだから期待感のあるチャーチャっていう感じ、はい、2小節目のチャーチャってやつ、うん、その3人のバランスが同じ大きさでチャーチャってきてくれると音が分かるかな、うん、そうだね、はい、C1 小節前、うん、アフターフトからやる、うん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 、すいません、もう一小節前ですよね、1小節前、1小節前、はい、アフターフトとアフターフト、E の前が緩むね、テンポはそのまんまがいい、はい、あんまり収めないで、ただそうね、いいからだよね、いいからってところで全然味付けしてもらって大丈夫とかいろんなとこあ、そう味付けして、はい、あの、その、ごめん、49のメドポストは、ダンタダラダダラダ1,2,3,6、1としていったテンポぐらいかな、 OK ダダラダダダダダ1,2,3,ダラダダダンダラダンっていう、その4拍子が見えるぐらいのタラランタラランタララン、うん、このぐらいの2,2,3、うん、なんか転調してからさらに伴奏が来ててもいいんじゃない、はい、うん、G の、4つ目に装飾ついてるって初めてだよ、たぶんね、うん、タラララランって、うん、それが結構生きる、まあ今も生きてたけど、うんうん、そこにみんな耳が行くような、うん、あとはその G の一節前のその縦が決まるとそうだねタン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 タッタタララララタンタッタンタンタッタ、そのタンタッタってそのタンタッタンタッタッタ、そう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 、それが聞こえると嬉しい、はい、下だけ、はい、下3人だけでみたい、うん、ああ今よかった、なんか G がいまいち盛り上がらない今日の問題かもしれないそれまで明るい状態だけど、あ、まあ、6連符でもうちょっとゴリゴリっていけたらうん、わーって盛り上がるってよりかは幸せな曲だから、うんうんうん、今みたいな感じで自然にこうクレッシェンドして自然に大きくなってくれればいいかなっていう印象、うんうん、何枚あるの？ 3枚、でも見開きにしちゃった方がいいよ、いい感じ、今撮ってるこれ撮ってる携帯見ながらやったけど、携帯見ながらさ、うん、なんかこうやってたけど感じ悪いかな、いや全然大丈夫やるかな、リハだもんね、うん、気にしているっていうテロップも入れとくよ、オッケー、
長いフレーズで撮った方がガツガツしない感じで、はい、でってってじゃなくてっ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 てみたいな。一回メトロノームで110にしまっていい。早かったかもしれない。なんか早いっていう雰囲気がしなければいいかなって思った。今早かったかな。どうだった？早かったかも。早いって思ってる人と思ってない人の会社なんか2種類いた気がする。いや、私も早いなと。じゃあもうちょい気持ちを収めたい、うん、もうちょっとテンポすごい大事にするんだね。そうだよね、いつもそのテンポ確認する。でもすごい大事だよね。あんまり自分が持ってるさ、速さとさ違う、確実違うよね、うん、曲変わったりするもんね、あれみたいな。特にこれでなんか撮るようになってから、うん、毎回見てテンポ違くねみたいな。グリーンディーはデフォルトが早いから。そうコンサートとかはね、でもなんかもう本番とかになっちゃったら。なるほどね。ジョーンズタイルとか爆速じゃん。自分でしんどくなってる。アレグロの一小節前ってミッタちゃんフォル、あ、強弱なり、うん、ピアニッシモ、ピアニッシモ、なんかここだけすごくでかい、でかく聞こえてる。もっとだってもっとちっちゃくなるってことだよね、うん、ここが多分頭の中で一番ちっちゃいと。当初のタラララってやつは結構ゆっくりめで、なんか超過関係よかった。なんか3連符で書くタラララタラララタラララララっていうメロディー感が出た方が、どうしようファーストっていうのがフルマートとかフルマートでもなんか引きつけてオーラ、オーラ出して、むずいんだよね、このなんか素朴なこのフルマートの情報。そうね。時間が止まってて、ター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 タ過去を振り返ってる時間が30年分このフェルマータ2つに込めるわ。私の30年詰め込んだフェルマータ。15年。うわー、これ途中でやったりしてなかったよね。今してないと思う。パソコンの音が、うん、何の音だけ聞いたことあると思って、はい、フェルマータとかだって聞こえなくなったもん。こっちはでもいや、こっち吹いてたら多分聞こえないけど、怖い、ビールが入ってるかもしれない。怖いよー。トークの時にそれもこうやって登場したらいいんじゃない。最初だけ気になるかな、あのアルトとテナーが会話するような感じで、うん、なんかその2人がこう交互に見えるような感じで爽やか懐かしい系、うんうんうん、すごいいい感じ。あ、 B の前のクレッシェンドが聞くといいかもしれない。はい、うん、なんか今一小節ぐらい前のギリギリでかかってる感じするから、その一小節かけてクレッシェンドしてもらうと、うん、いいかな。弦楽器がターンって言ってるみたいな、今みたいに手元が見えた方が、うん、そうね、ちょっともう一回やる。最後の A の前の3連符が
あのギリギリずっとプロテッドでタララタララタララってやってもらってタララッと、その後はスビートピアノとかミニピアノとか、はい、3連符は弱くならないようにはいお願いします。 OK 取る感じ、はい、やりましょう。 OK です。Thank you.